危機管理というのを聞く最初で最後になると思うんですね。千葉は危機管理学部でしたから、1年生の時から危機管理っていうのは何だという話を聞いたと思うんですけれども、まあ、復習すると、危機っていうのは、まあ、通常で言うと災害とかですね、まあ、今度のウクライナもそうかもしれないけれど、まあ、自然的な災害、人工的な災害を含めて、まあ、突発的に昨日と不連続に起こるというのを、まあ、普通危機というけど、実際には毎日こうして生活している中でも進行している危機っていうのがあるということに気がついてくれと。そういう意味では危機にはその常時進行してある域値を超えた時に突然本当に取り返しのつかない状況として目の前に現れてくるけど、その時はもうほとんどいつも進行している危機が域値を超えた時はなかなかもう元に戻れない、修復が非常に難しいというのが、まあ今問題になっているその炭酸ガスの問題とか地球の温暖化の問題といった問題になるかと思います。で、まあ、普通の地震とか台風とかっていうのは、まあ、普通のって言い方ないですけど、その突発的に起こる危機という2種類があると。で、危機というのは、それぞれのケースで、シナリオが違うので、まあ、それぞれに対応しなきゃなんないけど、まあ、危機管理の学問というのは成り立つのは、そういった種類の違う危機であっても、基本的に対応するステップというのは3段階しかない。危機として目の前に現れる前に回避するという方法で、まあ、そのために普通に行うのがリスクを評価して回避するという措置です。まあ、しかし大半なかなか回避うまくできなくて、まあ、予防原則を使うんですけれども、なかなかうまくいかなくてクライシスが起こって、その時にやるのがクライシスマネジメント、クライシス管理と。で、まあ、それを乗り越えて、修復に入るのがレジリアンスというステージという、まあ、その3段階は、どの危機であっても基本的には、すぐにシナリオで進んでいく場合もあるし、ロングタームで何十年とかかって、修復していかなければならないというのもあるけれども、まあ、どのステージを今対面していて何をしなきゃいけないかっていうのは基本的には共通しているから、まあ危機管理学というのが成り立つんだっていう話が最初の部分で、じゃあ動物の危機管理って何だという話で、動物にどうそれを当てはめていくかっていうのは後半の話だったと思うんです。で、その動物っていうのは身の回りのを考えれば、そのすぐそばにいる伴侶動物から、その食物の供給になる産業動物から、ライフサイエンスに使う実験動物とか、動物園の展示動物とか、それから感染症の根源になるような野生動物という分類があるだろうと。で、まあ、それぞれの動物に関連してどういう危機があるのかということを考えると、最初言ったように、その平常時に絶滅危惧種のように進行している危機と、から本当の災害時の同伴避難、あるいは同行避難みたいな格好の、さっき言ったその危機の種類があるので、まあ、動物の種類が5種類というふうにカテゴリーを決めて、起こる危機の種類が4種類とやると、縦横 XY で20通り。まあ、それにさっき言った3段階の対応があるんで、上に Z 軸を積み上げると60コマのルービックキューブになるから、それを15回で講義にしようねって。そうするとどういう講義になりますかっていうのを3時間話したんだな 結局。というのは先週の話です。で、今週はじゃあ各論に入ろうと言って、前回本当は2回のところでやる野生動物までを、イントロで終わっちゃったので、合わせて、強引に野生動物、産業動物、実験動物という、
本来、3回目と4回目の講義まで入れて、まあ1時間ちょっとくらいでやって、あまりの時間をディスカッションに使おうと。で、来週からは、4までいったんで5、6が来週のテーマになるので、様子を変えて、2人ずつ、5回目に2人、6回目に2人で、ランダムに当てますから、協力して、私の代わりに講義をしてみてください。そこに書いてあったことをまとめて、今私がやってるような調子で、私その辺で聞くから、来週は2人当番、ご飯、第5回の当番に当たった人が相談して半分ずつ分けてもいいし、どういうアレンジでもいいから、やって、次に第6回目の残りの2人がやってもらうというような格好でちょっと、考えてみたら、なんか東大の時そうした覚えがあったんだ。うまくいくかどうかは別として、そんな格好でやろうと思います。で、今日は、そのモデルとして私が3回分のをまとめてやっちゃいます。で、したがって、平常時に進行する機器で、野生動物と産業動物と実験動物にそれぞれ、あまり目立たないけれども、そこに秘めている、進行している機器とその問題解決方法ってのはあるだろうかということになります。下の漫画は、野生動物と産業動物と、この2人は知っている、背の高い人と丸っこい人。ちょっと誰か答えてみてくれて。誰でしょう、この2人は。ヒントとすると、ここに野生動物がいて、真ん中が、産業動物だと、あの2人は実験動物に関する人ですけど、我と思わん人、わかる？何度も多分 VPP では腐るほど聞いてると思うんですよ。4年になったらもう。2人で名前が出ます、いつも。誰？思い切って言ってみたら。うん？言ってみたら別に取ってくやしないから。間違えても別に構やしないので。誰だと思う？今度大和田さんに文句言わないといけない。福祉で最初に習った。1年生の時から習ってくる。そうですね、だから始まる。そうです。で、どっちがラッセルでどっちがバーチだと。僕ずっと長い間、勘違いをして、このかっこいい背の高い方が、ラッセルで、ずんぐりむっくりの方がバーチだと思ったんですけど、それは大きな間違いです。はい、なんで私がそういう間違いをその犯したかというと、この顔を調べないで名前でラッセルとバーチが1959年にその実験動物の 3R の本を書いたということは、まあ教えなきゃならないで覚えてたんですけど、ある時この2人の写真を調べて、間違えた、自分は間違えて名前を覚えちゃったと思ったんですけど、なぜそうしたかというとですね、実はラッセル教っていう、知らないですよね、あの米軍の大使ですごい優秀な、まあ社会学者で哲学者で、日本の大使になってアメリカから来たラッセル、バートランド・ラッセル教っていうのがいたんです。まあ、すごい日米のに貢献してくれて、それが、背が高くて、眼鏡をかけて、すごいジェントルマンで、この人に出てたんで、私勝手にこっちがラッセルだと思ったら、こっちがバーチで、こっちがラッセルでした。まあ、それはそうとして、まあ、この2人が、まあ、今の実験動物の国際的な基準になってる 3R を、書いたんですけど、それはテストに出るのでお経のようにみんな覚えるんですけど、実際に彼らがその時に書いたその実験動物の人道的取り扱いについてという中身を、読んだ人はあんまりいないんだ。私も各位、私もあんまりいなくて、
そのお経のようなスリアールの文句ではなくて、どういう根拠で彼らはこの3つの、R を、それもよく出るね。同じデータが得られるなら使う動物数は少ない方がいいって、リダクションと。だから、まあ、単純に言うなら高等動物、苦痛を考えると高等動物よりも過当な動物で、あるいは動物を使わないで代替できるなら、それに越したことはないという、そのリプレイスメント、代替と。それから、最後がこれが非常に難しくて、リファインメント、洗練された実験をやるべきであるって、まあ、解釈とすればなるべく苦痛を与えないような実験方法を使うべきであるというふうにまあ解釈されていますけど、その3つの頭文字の R を取って、家畜は5つのフリーダムという、5F というけど、実験動物は 3R ということをまあ守ろうと言って、日本もゆっくりゆっくりでしたけど、愛護と管理の法律の中に40条に最初に、リダクションを書いた。からリプレイスメント、リファインメントということが法律にだんだん書かれるようになって、まあ、今の法律だと科学的に使う実験動物に対する科学者の態度というのが、まあ、法律の方に書かれる、3R が書かれるようになって、いうのは3番目の問題ですね。まあラッセルとバーチは顔を覚えておいてください。たまには国家試験に看護のこういうの出したらいい。顔を2つこの写真出してさ。どっかに載ってないで。だって教科書に載けないのはいけないですよね。名前しか載けないからさ。この人は誰でしょうとか言って、国家試験出したら結構受けると思うんだよな。ということで、最初、どっから行ったんだっけ。野生動物なんですけど、まあ、野生動物はいくつものテーマがあって、スライドと予習用のビデオを見てきてくれた人、ちょっと手を挙げてみてくれます。お、すごい。半分近くいたですね。そこにはいろいろ書いてあったと思うんですけど、まあ、ここではそんなに 3コマというか、90分授業3コマですから、270分のやつを1時間ちょっとでやっちゃおうということなんで、つまみ食いしてあります。最初の方の問題としては、国際的な対応、国内の対応がどうなっているだろうかということを問題にしてあります。特に絶滅危惧種を含めて、まあ、希少種を保全していくのに、時とも言われるんですけれども、その国際的なレッドリストに載ったとか、いやすでにもう絶滅してしまったとか、人類がこのところの活動でどのくらいの種を地球上から消してしまったのかっていうような話が出てきますけれども、そういうふうに言うなら、目には見えてないけど、日常茶飯事として、第6回目の生物絶滅に近い格好で、ひそやかに、種が滅んでいるというのが現状です。で、それをなんとか改善しようというか止めようという考えの一つが、この、ワシントン条約。これもよく出ます。で、ワシントンで結ばれたので、ワシントン条約という、名前になっていますけれども、中身は、国際貿易を制限するという、条約です。で、正式にはそこにある絶滅の恐れのある野生動物、あるいは植物の、種の国際取引に関する条約というので、どうぞその辺に座ってください。あれ？先週来たんだよね。はい、じゃあ本はいいです。で、サイテスと言われてますけど、それは今の、長い日本語の名前を英語で読むと、そこにあるように、そのコンベンションっていうのは、大体条約ですね、取り決めのことですから、大体なんとか条約というと、最初にか後にコンベンションがつきます。
まあ、しかしコンベンションセンターとかコンベンションホールっていうことも結構言いますよね。だからまあこういう時は条約で訳すけど、必ずしもそれを添えるだけの意味ではないですね。インターナショナル、国際のトレードが貿易ですから、国際貿易に関する条約なんですけど、その条約の中身はというと、このエンデンジャーズっていうのが絶滅という意味です。エンデンジャーズスピーシーズですから、絶滅しつつある、あるいは絶滅した種で、どういう種かというと、ワイルドファウナ&フローラというのが、ファウナが植物層ですね。フローラが、まあ、基本的にはそれに対しての、まあ、動物層、動物のグループ。植物と動物のグループの、絶滅する種の国際貿易、あるいは国際取引に関しての条約であるということです。で、発行したのが73年に採択されて、発行したのが75年、2年後ですね。で、日本がやったのはさらにその5年後の1980年に日本もここに参加していると。で、中身はそんなに難しくないんです。要するに、貿易をするのに、その、大体、国際的にこういう条約とか基準というのは誰が見てもすぐに分かるようなものでないとですね、日本の法律がこまごまごまごまいっぱい書いてあって、それで何が言いたいのよっていうことになるんですけど、国際的にはそんな細かい例外を含めてやっても、よく分からないので非常に簡単で、商取引する動物で制限しなければならないものを3つのカテゴリーに分けています。で、そこに、付属書1、2、3というのがあってですね、アペンディクスの1というのが一番厳しいです。もう商取引ほぼ禁止。で、2というのは、それまでいかない、まあ、危機対応の必要な動物であって、取引するなら輸出国と輸入国、両方の合意が取れていなきゃいけない。その書類をつけなさい。で、3というのは、さらにそこまではいかないけど、特定の国ではその動物を、絶滅の恐れがあるとして、保護しているというような動物は、輸出国の、輸出してもいいよという証明書と、その国で生産した動物であるという、書類がないと、輸出できないと。あるいは輸入できないということです。で、まあ、1、2、3のは何に入るかっていうと、3万5千種くらいが載っているんですけど、リストアップされているんですけど、それを、公表しているレッドリストが国際自然保護連合、後で出てきます、IUCN という、コンサベーションの、国際ユニット。それで、これは生きたものだけではなくて、そこにあるように何でもそれに由来するものも含めているので、死体、生体のほかに死体、剥製、毛皮、骨、牙、角、植物であれば葉っぱ、根、そういうものすべて対象になります。これは習ったよね、絶対。習ったよね。看護の試験にも結構出るはずです。国際条約の中では最も、普遍的というか。で、そこにあるように付属書1というのは、絶滅危惧種で取引によって影響を受ける種で、商業目的で取引してはいけない。で、正し書きがあります。学術研究の目的、あるいは動物園の展示ですね、大学の研究、それから繁殖の取引は可能であると。ただし、両国の輸出と輸入する両国の方の、オーソライズされた政府の、許可書がいるというのは1000種あります。霊長類はもうほとんど1種ですね。2種3種っていうのはないわけじゃないけど、ほとんど1種に入れられています。まあ、特に大型の類人猿はもう、ダントツの、1種で、チンパンジーもオラブタもゴリラも、全て
国際取引はできないと、あくまでその動物園とか大学とかで、使われるときに両国が合意ができれば、取引できるということで、2番目が必ずしも絶滅危惧種ではないが種の存続を、脅かすような、利用は制限するというので、輸出国の輸出許可書がいると。まあこれが、でかつ個体が輸出されるにあたって適法にその国の法に適して、適切に捕獲されたものであるというキャプチャードという言葉を使います。3万4千種ですから、まあ、これがメインですね。で3は絶滅の恐れは世界的に言えば小さいけど、締約国、A 国でその国内では保護がいるという種で、まあその A 国以外に締約している国に商業目的の、取引は可能であるということであるけれども、その国の、輸出していいという証明書と、その国以外の国から、その動物種を、輸入するという必要がある。だってその国は保護しているわけですから、その国からは出せないということで、付属と産の協力を求めた国以外の産である証明書がいるということになります。まあ日本だと経済産業省がかなり、担当部位は経済産業省ですね。トレードですから貿易なので、意外と環境省とかいつも出てくる農水省とか、あるいは感染症の厚労省ではなくて、これは商取引なので経済産業省が管轄している。そうか。でも愛護と管理の方は環境省ですよね、所管がね。サイテスは、経済産業省になります。貿易経済協力局、貿易管理部の、貿易審査課、野生動植物貿易審査室で書類が審査されるということになります。これがまあ一つ。もう一つのは、ラムサール条約っていうのがあります。サイテスほどは有名じゃないけど、これも結構、まあ、あとカルタヘナですね、組み替え。この3つが大体毎年国家試験には出るかな。サイテスとラムサールとカルタヘナ。カルタヘナは、組み替え動物の対象で、ラムサールっていうのは、これは非常に独特で、湿地を国際的に維持しなければいけないという、条約です。日本もかなり、何十箇所かあったと思います。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地を、世界的に守ろうと、干潟とかですね。で、75年に発行して、正式名が特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約。これもさっきとね、コンベンションですね。何の条約なのかというと、ウェットランドですから湿地ですね。それの、インド国際的に、重要な、特にスペシャリーが入ったんで特になってるんですね。まず、ウォーターファール、ハビタート、水鳥の生息地。としてその必要な、特に水鳥の生息地として必要な、重要な国際的な湿地に関しての条約であるということで、発行が1980年、そんなに古くないですね。あるいは40年前になるかするで、事務局は釧路の湿地、でっけえ湿地がありますけど、そこが国際、釧路ウェットランドセンターになってますね。日本の事務局、日本の登録地が37箇所か、13万1000ヘクタールくらいで、ラムサールってどこかって、あんまりこんなことは出ないですけど、こうちなみにと調べると ここですね今問題になってるのが黒海のこの辺、この辺にウクライナですね。だからここがトルコになっていますかね。ここはイラン。この
湖北海かの、一番南の端くらいの割合こう綺麗なラムサール条約は多分ここに大きな湿地があったからなんですよね。国際でここで国際会議が開かれて条約が結ばれたというところです。で、これですごいのはですね、その普通湿地っていうと干潟とか典型的なことを思い出すんですけど、もうそんなことを言ってられないという条約なんですね。これ見てびっくりするのは、ウェットランドの定義が書いてあるんですけど、これがすごくてですね、と思うように、その天然のものであるか人工のものであるか問わない。人工的に作った湿地であってもそれは構わないという。普通だとこう湿地らしい干潟もそうですけど、そのあれは釧路のあれみたいに本当に日光のあそこも湿地になるのかな、あんまりこう自然をずっと維持して人間なんかあんまり立ち入らせないで守るよっていう感じですけど、この定義はそんなことはなくてですね、もうこんなこと言ってる筋合いじゃないと、要するに水のあって鳥が住めるところは全部湿地にしちゃうという条約なんですね、中読むと。だから天然であろうが人工で作ったものであろうが構わない。だから永続的なものか一時的であっても構わない。すごいですよね。だから、水が溜まっているか流れているかも問わない、淡水であるか下水であるか寒水であるかも問わない。何でもいいんですね。で、潮汰地、湿原、泥炭地、そういう水域で構わないので、潮が引いたとき水深が6メートルを超えない海域、全てが湿地なんだという、こういう発想法がすごい、すごいと思うんですね。それでないと人間はもう、ここだけを湿地にして残りは全部使っちゃおうというふうにどんどこどんどこ開発していくもんだから、この条約はそうじゃなくて、水取り優先ここは、勝手にできたものであっても、海の水であろうと川の水と混ざっていようが構やしないと、そこで水鳥が生息できるのであればそこはもう湿地として保護しないと住むところがだんだんとなくなってきているという危機感がこの条約の定義です。これを見て僕びっくりしたんですけどね。ちょっと、日本でその国定公園とか国立公園とかそういう、まがまがしい、ところだけではないと、保護しなければならないところはという考えです。で、締結国が158カ国、登録地が、1832カ所になっていますかね。もうちょっと今増えてるかもしれません。日本は、やっぱりちょっとこの定義から見ると、国定指定の鳥獣保護区、鳥獣保護管理法対象のところ、それから、生息地で保護の必要な管理区域、種の保存法に、で、示されているところ、それから国立国定公園の特別地域の自然公園を指定して、保護管理を行うというので、まあ日本らしいですよね。まあ、しかし世界が求めたのは、そんな整ったところじゃなくても、勝手に違うと言って開発するのを止めるという方の精神が結構強いです。ラムサールは、まあ、個々のやつは、スライドと VOD で丁寧に説明してあるから、興味のある人は見てください。ここはもうエッセンスだけです。で、この、元になっている IUCN っていうのが、このちょっと小さいですけども、どこにあったのかな、スイス、ジュネーブにあるのかな。で、ここがそのレッドリストみたいなのを公表しています。国際自然保護連合、インターナショナルユニオン・フォー・コンサーベーション・オブ・ネイチャー・ナチュラル・リソーセスですから、自然と、自然資源に関する、保護、あるいは保全に関しての国際、ユニオンであると。いう保護連合で、1948年、これはかなり古いですね。第二次大戦の直後、45年に戦争が終わりましたから、戦後3年で、作り上げられた国際的な自然保護団体、
国家も入れる、政府機関でもいいし、NGO まで入っているんですね。かなり広い。日本が1978年に環境省が登録して、国家会員として登録して、国としてなったのが1995年か。ずいぶん遅いですね。48年に創設されて、95年。50年くらい近く経って日本が入ったんですね。全地球的な野生生物の保護、自然環境、天然資源の保全の、専門家を集めてあるという。で、ワシントン条約の、さっきの付属書の1、2、3のカテゴリー、それからラムサール条約の、事務局を果たしていると。あちこちに出てきます。後で出てくる、マンハッタン原則の時にもこれ入ってたと。で、レッドリストっていうのがあって、レッドカードみたいなんですね。保存委員会が、絶滅の恐れのある生物リストとして、発表しています。ちょっと古いですね。最新版2013年7月で、7万種。うちの2万種が絶滅危惧種というふうに評価してあります。で、当然日本も、受けているで、日本の、たまに聞きますよね。もうここの愛媛県だと絶滅してしまったものとしては、日本カワウソもあって、最後はやっぱこう愛媛県のこの辺の川だなかったんだな、日本カワウソにいたのは。まあ、ICUN の地域カテゴリー、1A、1B、2、3、4、5、6とカテゴリー、やっぱこう国際条約って割合カテゴリー化して示すんですね。それがやっぱり読む人にとっては分かりやすい。で、保護する地域の 1A というのは、生態系、地理的、生理的な特徴、種を有して、その特定種を有して、科学研究、環境観察のために開かれている土地で、それ以外には、オープンしない、ご開帳しないようなところに、一番厳しい。で、その次が、自然が残っているところですね、原生自然、原生自然地域が 1B、手つかずそれに近い状態で保護されているところというような格好でこう、2が1ランク下がって国立公園、その下が、天然記念物がいる地域、その下っていうような分類がしてあって、それぞれ、人のアクセスをどこまで許すか、どういう格好で管理保護するかというような、地域カテゴリーと動物種のレッドリストが決まって、公表されると。で、各国がそれに対応するんですけど、日本は環境省が、また下を受けてやってます。レッドリストとレッドデータブックを公表するというので、そこのインターネットのホームページに載っています。でね、ここから多少各国の、なんていうか、行政的な介入があって、日本の場合はクジラ等の海生哺乳類から、海水魚、海生の軟体動物は水産庁、ここからカテゴリーというか対応する所管が変わってくるので、農水省の中の今は水産局になっているのが、管理すると。で、縦割り行政になっちゃってます。それで日本はそこのものは本来レッドリストに載っけなきゃいけないんですけれども、農水省管轄として、口を環境省としては出さないというような格好になっています。まあ、従っても完全な形ではない。だから、その他に、都道府県もまた作っています。愛媛県も結構やってたと思う。学識経験者、地元有識者の意見とか、生息調査に基づいて、レッドデータブックを作成しているのが結構混乱を起こすんですね。まあ、大元は世界のがあって、まあ、直轄では環境省が受けますけど、今みたいに言うと、ここは農水省の管轄だから除いてよねとか、さらに地方の条例的なところのレッドリストに載ると、
国はこうだけど、県としてはこうしますというようなことがあります。種の選択にあたって問題点としては、現地調査の正確性とか客観性に左右される評価基準、これが実態と乖離することがあると。まあ、あるでしょうね。まあ、特にそこにすごい名の売れた専門家がいると、その人の意見がものすごく強く出るので、あそこに予防原則のところで言ったその評価っていうのは、サイエンティフィックではなきゃいけないし、差別をしてはいけないという原則が書いてあるけど、なかなかそういかない。自分のやってるこれはすごく大事なんだよっていうのは、まあ、研究者のよくあることで、もう少し冷静にいなきゃいけない。そこにある、したがってその結果、都道府県ごとの評価基準が、統一性がない。だからレッドリストの定期的な、見直しがされてない。だから保全地域の選定、計画の、策定不足というような問題があるので、まあ、君らでもし地方公務員なんかになって、部署を移していく中で、こういう時に、巻き込まれるというか、自分の仕事になった時にはもう一回思い出して、なるべく、客観で的で、科学的な判断ができるように努力をしてください。で、環境省のレッドリスト、2020年に4次、それから第5回の改定が発表されて、絶滅危惧種が、3万7000ですから4万種くらい、そこにあるように、これはもう、国際のとほとんど同じです。一番きつかったのはもうすでに絶滅してしまったという、日本ではすでに絶滅した、いなくなった時とかですね、また中国から別のをもらってきて、育てていますけれども、カワウソも、亡くなって、韓国かなどっかこのカワウソを、入れているんですけれども、絶滅してしまった種がたくさんあります。日本狼も亡くなってしまったし。あれ次が、野生で絶滅していて、動物園とか、保護されたところで繁殖しているという、自然、分布域以外での野生化状態でのみいると。だから、絶滅危惧のここからが、一類、危機に瀕しているもの。その中で 1A、1B と分かれます。絶滅の危険性が極めて高いと。それほどでないけれども危険性が高いと。だからその下の2になると絶滅の危険が増大していると。だから準絶滅危惧。だから、まだよく分からない。評価されてないというグループ。アンノーンのグループ。から恐れのあるものというような格好で、リストがあります。どんな風になるかとこんな風ですね。すでに絶滅したのがコウモリ多いですね。沖縄大コウモリ、宮古菊頭コウモリ。そうか、菊頭いっぱいいるけど、これいないんですね。宮古菊頭、宮古ってどっちが京都なのか東京なのかどこなんだろうね、宮古。あと小笠原油コウモリ。油コウモリも結構本州多いですけど、小笠原ないない、もう絶滅したんですね。だから映像オオカミ、日本オオカミ、日本カワウソ。これはすでにもう絶滅して、日本にはいません。だからエンデンジャードの野生絶滅のグループ、それから、一類、1A の中、最も危険な方のがいろいろ、モグラとかオオコウモリ、オオコウモリですね。それからコウモリ。コウモリは多いですね。コウモリ結構きついんだね。から沖縄トゲネズミ、セスジネズミ、アポデメスのグループですね。から対馬山の子、まあこうだな。西表山の子、両方ですね。ラッコ。ラッコなんて日本にもともといたんですかね。なんかさ、この中と川の辺から来たんですけど、日本種がいるんですかね。あ、日本アシカ、ジュゴン。というような格好でこう、リストができています。そうだよ。もう今年、ドクターに行っちゃった大橋さんが、確かここの写真をいっぱい作ってくれた気がしたな。ホームページに載っけたような気がする。なんか自分で
あちこちから集めてくれて、動植物のここのカテゴリーのやつを調べて送ってくれた気がします。宮古島と平戸島があ、それなのに都がついてるんだ。宮古島の宮古なのか。そうか、あ、その宮古なんですね。宮古じゃないんだ。宮古島の方の宮古。はい。まあ、というものです。まあ、デスメス研究所をどう管理したらいいかということですけど、まあ、地球の生命史上は、何度も絶滅をして、あのカンブリア紀の爆発した後でも、実は5回の大絶滅があって、まあ、自然界でも、ダーウィンじゃないけれども、かなりの絶滅を経て、種が交換してきているんですけれども、まあ、6回目に当たるかも。人間の経済活動がものすごく大きくなって、生物環境の影響がもうとても無視できないと、絶滅が起こりつつあるということを、まあ、反省するというか、考えなきゃいけないと。で、野生生物の絶滅を防ぐには、生息環境保全から直接的な、介入も必要になっているんじゃないかということで、まあ、あの危機管理から考えると、あそこのシナリオでいうように、どの州が絶滅危機にあるか、まず、危惧種を同定するというとこから始まります。どの種を問題にするのか、まあ、それは地域によっても今言ったように違うだろうし、動物なのか植物なのか、いろいろとあるので、まあ、これをターゲットにすると。で、どの程度の危険かというリスク評価があります。確率とその規模と社会的生態学的なインパクトがどうなのかという評価をリスク評価をしてサーベイランスに入ります。ここには受動的サーベイランスと能動的なアクティブサーベイランスとパッシブサーベイランス、まあ、死体を調べて調査する、あるいは足輪をつけて積極的に調査をするというような方法があります。で、科学的なデータを収束した上で、原因を明らかにして、その気候を明らかにして、リスクのシナリオを作る。直接的な原因と間接的な原因、まあ、そこには人間が関わる時もあるし、野生動物間での、生息状況の影響というのもあるし、まあ、地球温暖化も影響してくるかもしれない。で、それを回避することができるか。いうので、こうもともと複雑系ですから、こういうのをやってみれば分かりますけど、どこがクリティカルコントロールポイントになるかという、ハサップじゃないですけれども、ハザードアナリシスをした後、クリティカルコントロールポイントを決めないと、あまりにたくさんの要素が多すぎてですね、どれから、あるいはどれを抑えたらどのくらいの効果があるかということを考えないと、取り留めもないことになっていっちゃうという。そして予防原則を適用して、有効性を検証していくということを繰り返していく。これがまあ基本攻めということになります。あれ、こんなことをやってるの。また今日も終わらない。その次に、野生動物との共存は可能かって、これは、小野先生とずっとここに来てやってる、イノシシの例です。まあ、農作物被害は、ここにあるように、結構きつくて、まあ、特に多いのが、イノシシとシカですね、それからサルと、まあ、この三大動物が、有害鳥獣の、まあ、メインになっています。だいたい150から200億くらいですかね。で、まあ、ここは、イノシシをなんとかしてくれて、まあ、博多島をモデルにしたんですけど、まあ、その後広島の公園をモデルにして、バームだっけ、バームですね、純正化教育のグループでやってるんですけど、実はその結構この評価をして対応を考えていくのに対してあまり、イノシシのことを知らないということが非常に問題だというのは、まあ、どっかの専門家のに書いてあって、なるほどと。誤解を、結構誤解をしてるんですね。その野生、ここにある野生動物は山で生活するのが本来の姿だ。
言うのは間違いである。え、野生動物だからその人間界と違うところで、住むのは当然でしょうと思うんですけど、それは間違いで、人が住みやすい場所はイノシシとのようなその野生動物にとっても住みやすいところであるんだ。野生動物は山の奥で、人間界に入ってくるから悪いんだという考えがあるけど、決してそうではない。で、山の自然が破壊されて餌が少なくなったと、まあ、考えるんですけれども、これも間違いだと、このもう頭から普通の常識は成り立っていない。それは人間が勝手に解釈したものであるというのが、この専門家の意見です。で、作物を作ること自体が動物を引き寄せると。したがってそのイノシシ自体を何とかしようとするなら、生息状況の調査と、集落の環境対策から考えていける。まあこれはそうだと思う。で、じゃあイノシシっていうのは、基本的には、単独型の社会生活を行う動物で、ずっといつも群れでいるわけじゃない。オスは単独、メスは生まれた子どもの、あのウリ坊と、しばしいるけれどもすぐに離れていくという生き方をする。交尾以外には接触しない。そう言われるとそうかと思うけど、そうでもない気もするよね。意外とね。で、猟は、有害、捕獲が頻発に行われる近くでは、グループ個体は、死亡したり闘争によって分離するという、影響を与えるんで、見つけて狩猟して殺せばいいじゃないかというのはそんなに簡単な問題ではないと。むしろ野生でいるイノシシ自身の社会生活というのにものすごいプレッシャーを与えることになっているんだということを考えてくれ。イノシシの社会が大きく拡大されることになる。まあ、それはそうですよね。山奥でこうそれなりに住んでいるところに突然人間が鉄砲を持ってってやれば、ここは安全でないと思うのは当たり前のことであって、イノシシにとっても、それは猿にとってもそうなのかもしれない。どういうふうにするのかっていうのは、そんな簡単な問題ではない。で、そこが乱されるとどういうことになるかっていうと、安全な保護区などに移動する、そうするとまたそこは今度は高密度化して問題を起こす。で、子供は実際にはよく死んでるんですけど、それでも繁殖力が高いので生き残るのが毎年、フリボーとして、大きくなっていくのが 2,3 頭は育つと、まあ、このために、大人を引き抜いてもなかなか減らないということです。繁殖力が高くて、計画的な個体管理をしないと、行き当たりばったりで捕獲しておいても埒が明かないということです。で、じゃあどういうふうに昔の人はしたかというと、石積みの獅子垣とかですね、土を持ち上げた獅子土手というようなのをまあ作って、まあそれでも侵入してくる道があるとなかなかうまくいかないと。で、最近、まあ落とし穴はダメですから、もうこれは禁止療法なんで、地面に広島の時やったんだけど、グレーチングといって、なんていうの、黒いすのこ板みたいのだけど、こう穴がこう開いている。で、ひずめが入っちゃうんですね。したがってこう有袋類がそこを通るのすごい嫌がるという、へ、こんなものがと思うけど、意外といけるグレーチングというのがあったり。で、まあ最初にやんなきゃなんないのは被害地図を作れと、どんな畑が食害されたか、どういうルートで動物が来たか、昼間隠れる藪があるのか、あるいはどんな作物が栽培されて、防御柵はどんなふうに設置されているかといったようなことを地図にまず作り上げてから戦略を立てなさいというんですけれど。で、管理はたった3つの方法。狩猟駆除による個体数の管理。これはまあよくやられるところで、うちの学生も罠の資格を取ったのは結構いるんだよね。十何人か。で、鉄砲打ちになろうっていうのが5人くらいいるんだっけ。まだ取れてないけど。あ、そうか。という方法。それから、獣害防止策。まあ、
これもよくやるんですけど、大体話を聞くと5年くらい持てば御の字で、まあ一旦うまく引いても維持しながら、5年間隔くらいでは新しく引き直さないと機能しないという結構問題があります。から、生息地の管理と。で、イノシシはなるほどと思うのは、この開けた場所は平地は好まないというので、昔の人は緩衝地帯ゾーンディフェンスで、その僕もその、電気柵の人とずっと千葉以来やってきたんですけど、あれはラインディフェンスです。サッカーでいう、これは1点やられると猿もそれで簡単に突破してきてしまうので、ゾーンディフェンスでゾーンを、緩衝地帯のゾーンを置くべきだっていうんですけど、なかなか人間ギリギリまで開発していっちゃうので難しいんですけれども、うまくいった多くは里山なんですね。ゾーンディフェンスをやると。で、イノシシは非常に賢いので、その逆手にとってここは危険だという来るべきところでないということを、まあ教えるというのは意外と、いいと。まあ、野生動物が手に負えないから、撃って殺そうというのは一番安易で、決してあまり解決方法ではないということをこの人は言ってます。で、問題がここからです。対策をじゃあ講じるというんですけど、これは、利益と、利益を大きくしなきゃいけない。要はそのためには、効率と、それにかかる費用の問題を考えなさいという、当たり前のことで、そこの図がすごくて、非常に分かりやすいですね。何もしないとき、対策強化ゼロのとき、もう原点ですから効果も上がらないし、金もかからない。したがってその差分はゼロなんですけど、どんどんとその効果を求めて、きつくしていくと、そこにあるように、効果のカーブは途中でシグモイドでこう減って、こう平行状態になるんですけど、金の方はどんどこどんどこ、うなぎ登りになるので、あの図になります。したがって、その最もリザヤの大きいところ、利益の大きいところ、少ないコストで効果が最も大きいところを狙うべきだ。だから中国の今のコロナのゼロリスクみたいです。ゼロコロナを求めると、金は腐るほどかかるけど、効果はもう一定のところしか上がらない。まあ、しかし、ヨーロッパのように、もう野放しにしますというと、それも実はあまり効果がないので、その適切なところはどこかというと、この図で見ると、2というステージであると。答えは強度2。この差が最も大きいところ、ここを狙わなきゃいけない。おじいちゃんの努力がすごいんで、もちろん高いです。完璧に守って。まあでもそれは人的努力を含めてかなりがいるので、その長く継続できるかどうかっていう問題が出てくる。おじいちゃんがあまり動けなくなったとき、じゃあ次の人がどうしてくれるのかっていうところがあると、突然このカーブがずっと下の方に戻ってしまって、一からやり直すとかっていうところがあるので、まあ、この考えは割合、そのコロナの時にも使えたなと、今見ると思って、最もだという気がします。日本はもう 何かっていうと、まあ、中国は特にですけども、徹底的にやろうと。でも意外とそれあるレベル以上、そんなに効果がないくせに金はめちゃくちゃかかるという。で、最後はもう経済破綻してもいいから止めちゃおうとかいう話になっちゃうんで、それはあまり得策でないということですね。で、まあ鹿とイノシシこんなくらいです。イノシシが推定、22万から120万と日本全国で平均値が41万7千頭なんですけど、これ本当だとすると、毎年全滅するくらいイノシシ取ってるんですけど、全然減らないっておかしな計算になるけど、やっぱ本当はどのくらい分かってるのか。捕獲数が、イノシシ48万頭、鹿36万頭で、イノシシの生息推定値が42万頭だったら、48万頭
毎年取ったら数年でイノシシは日本から消えるはずなんだけど、しかしこれが堂々とこう公表されるところが、その私なんかから見るととても理解できないなという気がするんですね。もっと従って多分本当の募集団もっと多いんだろうと。まあ、このデータが正しければ、推計値としても、ほぼ半数は毎年捕獲されているという、それで滅ばないということは通常ありえない。まあ、繁殖率、どんなふうになっているかという、まあ、計算があります、そこにあるように。4、5年で、倍になるというルールで、言ってるんだろうかと、本当に。まあ、しかし、その、再生産率は実はそんなに高くないですね。これが、論理的に考えたイノシシの捕獲を含めた平行状態です。だいたい子供を産めるのは、2歳から上のメスだけですね。で、それがまあ毎年捕獲されて上に行くほど生き延びが少ないんで、うん。いや、死亡は ここで起こるんですね。0歳、1歳のところでものすごく落ちていく。これはもう野生動物のほとんど、猿もみんなそうで。高齢のイノシシが少ないから。はい。で、捕獲されてるというよりは、なんかこう、料理とか見ると、肺にすごい寄生虫がいる。うん、それもあると。だから、そこは、その、2歳くらいが、まあ、性成熟したところのピークで、そこから上は、徐々に埋めるんですけど個体数は減っていくという、まあ、大きなカーブになって、その赤の、まあ、論理的には A のグループが次の子供を産んでいくんですけど、まあ、その率からすると、オスメス合わせて、9A ですから 1頭のメスからウリ坊と産むのがだいたい9頭くらい、はい。それで、0歳の時にかなり死ぬので、1歳の時に生き延びれるのが、ここまで減ります。で、2歳で本当に繁殖期に入れるのが、そこの、まあ、ここでは一応母集団として4と取っていますけど、そこから、産みつつ、捕獲され、あるいは死んでいくという、このパターンが、まあ、平行状態というふうに、考えて、シュートも2歳から繁殖期に入って、生存率は2歳から毎年半分ずつ減っていっちゃうと、そうすると、埋める数はどうかというと話は簡単で、母集団2歳の時が A で、3歳の時はその半分、4歳の時は4分の1、5歳の時は8分の1で、これは、数学のとか算数のというか数学か、これは収束します。数列としてこの足し算は、2になるだけの話。1+2+1+4+1+8+1+16+1+っていうのをやりましたよね。こういう四角を書いておいて、真ん中に2分の1が残って、次に4分の1が残って、8分の1が残って、16分の1が残って、でってやると、無限にそれを全部足していっても、四角1個と。したがって、ここの時には、2A という、母集団が、これを産むという格好になってきます。2A×4.5、9A が生まれるけど、まあ、そのうちの半分がメスですけど、0歳で 40% が死んで、1歳で、生存できているのが 60%。それで、単純計算すると、実は R ノートが、1.08 なん、そんなに高くないんですね。で、12年で2倍くらいにしか本当は増えてない。今の状況には。まあ、しかし、12年で2倍って、そんなに増えてないというけど、まあ、イノシシだからそうですけど、人間で考えたら、12年で人口が2倍になったら偉いことで。というのが、実態じゃないかということです。それで、電気柵で住み分けるとかですね、狩猟捕獲で、殺していくとか、最後に考えたのが、野良猫と同じで、避妊去勢をしたらどうだという考えで、R ノートを 1.08 を、1以下にすれば、いずれは減っていくだろうということを考えました。
感染症とほぼ同じか、もともと感染症の再生産率というのは人口の再生産から出した式です。で計算してみたんですね、私。博多省の大体4000頭いるって言ったらもう、びっくりしたんですけど、4000頭いない限り毎年400頭あそこで捕獲していて、山の上の数が変わらないとすれば、そこの募集団は最低4000頭はいるというのが論理です。で、こいつを、400頭捕獲して、まあ、売り棒がどのくらいいるかわかんないけど、まあ、半分として200頭は去勢して山の上に返そうと。そうしてみると、ほぼ最初の20年は実はほとんど変わらないですね。山の上にいるイノシシの数は。しかし、その後、去勢の影響が一気に出て、30年後には本当にそのまま続けたら一頭もいなくなるという、提案をしたんですけど、20年も待てるかというあまり現実的ではない、だって野良猫では結構成功してるわけで、我慢してもらえば共存するという戦略で我慢してもらえれば本当は、20年そのルールを続けていけば自然と山の上の数は減っていくし、まあ、あまり減りすぎたら本当は絶滅してしまうので、去勢するのを一時やめて、ある程度数が増えたらまたやるというようなこれはまあ机の上のことです。まあ、そこにあるようにそのイノシシの持続可能体制のやばいな本当にこれはどうしてこういうことになる、まあまあ結構そういう意味ではもし自分が本当に就職してそういうところに投げ出されたら、実はこのくらいの複雑な問題を自分は解かなきゃいけないんだということを理解してください。一点どっか突破すればなんとかなるというものではない。で、これは広島で頼まれた時でそのイノシシの植生マップを書いて、まあ、逃走把握をして、生息地侵入経路を決めて、まあそれは本当は山まで行かない、ちょっと他のところに大きな運動場というか、ね、市民が行こえるかなり広い、野球場何個分くらいの公園を作ったんですけど、そこにイノシシが出てきて、おちおち人間ができないんで何とかしてくれっていうのが、このテーマだった。で、まあバームのグループと結構行ってそのドローンで撮ったり、カメラをつけたり、今もやってるのかな、なんか通ったよな、今年通ったんだから、ね、何もないね、もう自分たちでできるようになったから乗り込みました。で、こうそのマップを書いてね、よく分かったのは、そこの、中国山地の一番、海側に近いところの平地を公園、バカでかい公園にしたんですね。そこ、周りはずっと山林、後ろはものすごい山林で、その際のところの山林地区の位置、ここに、でっかい公園を作ったらイノシシが出てくるという。この植生を見て、その北大というのが書いてくれたんです。この中国地方の山は基本的には、赤松林なんですね。で、しかし実はこの公園作ったところを見ると、全然植生がこう他のところと違っていて、そこにはススキの軍団の寝床があって、クズの群落で秋で根っこが食えるようになって、奈良でどんぐりがなって高林があってタケノコ食えて、水があってヌタ場がある。早い話、ここは公園を作る前イノシシが何百年もかけて、自分たちの住みかとして作ってきた、その地域そのど真ん中に、公園を作ったらそれはイノシシは出るでしょう。なぜ、ここに公園を作ろうと考えた時に、そういう調査をすれば多分、違う代替地を考えたはずではないかというのがうちらの結論だったんですけど、まあ実際にはそうですね、だから夜撮るともうね、イノシシがゆっくりと生活をしている結構、イノシシの高級住宅地みたいな感じで、
高台子で遊んだり、ぬたまで、ね、やったり、赤外線カメラで撮ると、もう公園の周りは、イノシシたちの、まだ住みかに、なっているということになったので、まあ、一応周りは全部電気柵で、そのどうしてもここだけやってくれっていうからやって、さっきのグレーチングで、入るところを止めて、それでもダメなところは、なんだっけ、ウリ坊じゃない、イノシシの嫌いなやつですよね。トンガラしか分かんないですけど、匂いの強烈なやつを置いて、見ると確かにカメラで見るとこう結構引き返していく。で、その人も通るので、どうしても電気柵で防げないところは、そういうシステムを作って、まあ、なんとか、人間被害が起こらないというシステムだけ作って、うちらは、終えたんですけど、多分今年通ってたはずなので、広大とここは、磯崎さんたちやってるんじゃないかと思うんですけど。ということです。で、ただ、僕が、その住み分けで、里山じゃなくて、今も金取れたら行こうっていうのは、35年前に、インドの高地ですね、3000メートルのところに、国立家畜研究所があって、ムクテショワールって言うんですけど、神の住む山っていう意味なんですけど、まあ、酸欠になって結構大変だったんですけど、そこに、牛疫の、絶滅したウイルスですけど、遺伝子組み換えワクチンを、打って、その評価に行ったんですね。平地では牛疫ですから扱えないし、日本はまだ当時、組み換えワクチンを全く認証してないので、日本じゃできないというので、うちの先生が話をつけて、この山のてっぺんに隔離した、施設があって、そこにひと夏行って、ワクチンの効果を、まあ、評価するということをしたんですけど、まあ、その時にそれはそれでいいんですけど、山の上から見るとめちゃくちゃ不思議な光景があってですね、こう段々畑のある地域と森のある地域がこう谷ごとにこう積み上げているんですね。で、なんでそうなってるかというと、この段々畑は人間が住む、隣のその赤い地域ですけれども、うっそうとしているところは虎が住んでいる。で、虎と人間がそんな勝手に住み上げれるのかっていうんですけれども、本当に住み分けていて、でその後どうなっただろうってインターネットで、この間見たんですけども、35年経っても、実に、未だに、この段々畑の人間の住む地域と森の住む虎の住む、森を、住み分けて、いて虎の住む町だかなんとかって、国際的にインターネットで売ってるので、一体どういう仕掛けをしたらこういうその猛獣と人間が住み分けれるのか、農水省の予算が取れたら海外視察にもう一回そういう目で行ってみよう、この時行ったのはそういうわけで組み換えワクチンの評価に行ったんですけど、まあ、あまりに不思議な光景だったんで、まあ、記憶していて、今度その野生動物をやる時になって思い出して一回見てみたいねという話をしています。まあ、日本の里山もこれに近いような戦略であったのかもしれませんけど、あまりにね、まあでもイノシシと里山で村と虎とどういう仕掛けがしてあるか分かんないけど、段々畑と似たようなもんかもしれないですね。どっかにこう、干渉ゾーンが多分引いてあるんだと思うんですけど。という話で、ああまあ、まだあった。名前な、これは。本当に。豚とイノシシは大きく違うのは、リスクの部分です。ここにあるように、豚は、これだけの、処理をされて食卓に来ますけど、まあ、イノシシは、狩猟解体、即、食うということで、これは、厚労省にこのプロジェクトをもう、何年になる ?10 年以上になるね。3期。まだ評価してますけれども。出した時の最初の図で、ジビエがそのまま食ったら、どのくらいのリスクになるかと。
生食でそのまま食うと鹿イノシシ、生食だと、うん、ここになります。赤一番下、これはヘビサソリの、ゲテモノ食いと何にも変わらないくらいのリスクだと、でそれに対してその豚牛が加工されて、のレストランまで来るときは、まあ、一番上の、極めて安全という、保証をさせていると、まあその家庭の、どこで、閉めたら、安全の方に、鹿イノシシ肉が行くのだろうかということを、まあ、簡単に図示して、どこから攻めていくのかと、まあ、この先生は今でも ここをやってくれてるんですけど、まあ難しいところです。図で描けばで、ジビエの誤解というので、野生に生きている動物は常に健康で感染症と関係ないというのは大きな間違いですよね。さっき言ってこれは誤解であるで、もう寄生虫をはじめ種々の病原体を持続的に持っているということは想定しなきゃいけない。発想法を変えると。だから第二が、そのフレッシュな肉は、安全であるというのも誤解であると、家畜その他は非常にコントロールされた状況でできてきた肉をそこから扱って処理していくのであって、野生動物の方が、かつフレッシュなほどにリスクは高いんだと。だから生で刺身で食うとかっていう、ことはやめてくれと。そんなことは、レバ刺しだって、豚でも牛でもやめさせたのに、野生動物なら安全でいいよということはありえないというのです。だから、まあどちらかというと遠洋漁業の魚に類似しているように見えるけれども、野生だから、しかし魚から人に来る人獣共通感染症って非常に少ないんです。海の中のグループは、しかし、鹿イノシシというのはそういう意味では産業動物の牛、豚と基本的には変わらないので、人獣共通感染症は非常に多いということを、まあ考えてくれと言って、厚生省に研究班を立ち上げてもらって、もう3期北里での時行ってやって、その後今、前田君がやってくれてるのか、感染研が引き受けてつないでくれています。